次に浜田聡君の質疑を行います。浜田聡君。NHK 党の浜田聡でございます。予算委員会最後の質疑です。委員の皆様には少数会派にも質問時間などご配慮いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。まずは憲法改正について質問させていただきます。現行憲法が1947年5月3日に施行されてから75年になろうとしております。その間、この現行憲法は一度として改正されておりません。改正すべきかどうかは、最終的には国民の皆様に委ねられるわけですが、私は一国会議員としては、現行憲法において誤植ではないかとの指摘されている部分くらいは修正すべきとの考えです。というわけで、今回、憲法の条文において誤植と指摘されている部分を取り上げさせていただきます。パネルをお願いします。憲法7条4号に天皇の国事行為として次の規定があります。国会議員の総選挙の施行を公示すること、この条文は国会議員と文言でありまして、衆議院議員と参議院議員を一緒にしていますが、総選挙は衆議院議員だけです。現行の国政選挙の制度の下では、参議院は3年ごとに半数の改選であり、仮に衆参同時選挙があったとしても、国会議員の総選挙はありえません。ちなみに自民党の改憲案を見てみますと、この部分は衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示することとなっており、現行制度と整合性の取れる文言となっております。そこで選挙を担当する総務省の総務大臣にお聞きします。憲法7条改正の必要性についてご見解を伺いたいと思います。松本総務大臣。ご指摘の憲法第7条4号に規定する総選挙でございますが、これは全国すべての選挙区において同時になされる選挙を指し、公職選挙法でいうところの衆議院の総選挙のみならず、参議院の通常選挙もこれに含まれると解されております。浜田聡君。有権者の皆様全員がですね、政策の細かいところを勉強する時間はなかなかないわけで、だから憲法改正は分かりやすい修正程度から始めるべきというのが、私から国民の皆様へのご提案でございます。次の質問に移ります。最近、この国会においても活発に議論されております、先ほどもありました、同性婚の法整備に関する話です。こちらも憲法と関わってきまして、パネルの方を用意させていただきました。憲法24条、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立と書いてあります。国会の議論でもたびたび出てくることですが、この条文があるがゆえに、我が国では同性婚は憲法で規定されておらず、同性婚の法整備に障壁となっていると思われます。そこで法務大臣にお聞きします。同性婚の法整備をするために、憲法24条の改正が必要ではないかと考えるわけですが、憲法24条の改正の必要性についてご見解を伺います。斉藤法務大臣。憲法第24条第1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しておりまして、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されておりません。憲法第24条第1項が同性婚制度の導入を許容しているか否かにつきましては、見解が分かれているところであり、現在政府においては想定されていないということを超えて、いずれかの立場に立っているわけではございません。したがって同性婚制度を導入することが、憲法第24条第1項に違反するか否かは、同性婚制度を導入するために憲法改正が必要となるかについて、お答えすることは困難であります。浜田聡君。はい、ありがとうございます。この憲法24条については、そもそも憲法に余計なことを書くからおかしな話になるのだと思います。この両性の合意の文言をなくすことで、現在長い時間かけて議論されている同性婚の法制化に関する最大の障壁がなくなると言っていいと思います。というわけで、同性婚の法整備に積極的な議員の皆様には、ぜひとも憲法審査会で積極的にご議論いただきたいと思います。衆参での憲法審査会において、審議拒否があるとすれば、この議論を停滞させる可能性について、国民の皆様に考えていただきたいと思います。同性婚の法整備を求める方々には、
この憲法24条の改正が最重要課題である、そう申し上げて、次の質問に移ります。次に、同性婚の法整備と関連することとして、最近、議員立法が提出されるなど、積極的な議論がなされております、LGBT 関連の法整備に関する話です。この LGBT 関連の法整備に関して、しばしば出てくるポイントとして、世界各国、特に G7 各国との比較が挙げられます。確かに今年は日本、G7 議長国でもありますし、G7 各国は我が国と同様、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観が共通しており、そういった国々の事情を知ることは重要だと思います。ただし、性的マイノリティの議論に関しては、日本と他の西欧諸国とは大きく異なる点があると思います。それは宗教です。日本以外の国は基本的にはキリスト教国であり、過去に多かれ少なかれ、キリスト教による性的マイノリティへの迫害があり、その反省から法整備が促進されたものと認識をしております。一方、日本においては、キリスト教が布教した地域はあるとはいえ、国の歴史において、キリスト教で見られたような大規模な迫害があったわけではないと認識をしております。私は LGBT の法整備はすべきと、考えるわけですが、LGBT の法整備について G7 を引き合いに出す際には、このような日本と他の G7 各国の歴史的背景の違いを意識すべきと考えるわけでございます。そこで共生社会担当大臣にお聞きします。LGBT 関連の法整備に関して、日本と他の G7 各国の歴史的背景の違いに関するご見解を伺いたいと思います。小倉国務大臣。お答えいたします。日本以外の G7 諸国は、性的指向、性自認に基づく差別を禁止する、何らかの法令を有しているものと承知しております。他方で、歴史的に見ても各国を取り巻く事情は異なるという委員が述べられたようなご指摘もあることは承知しておりまして、またこれまで繰り返し申し上げたように、各国の取り組みと我が国の現状については、これらを一概に比較することは困難であると考えております。いずれにいたしましても、LGBT 理解増進法については、各党においても提出に向けた準備を進めて おられると承知しておりまして、政府としてはまずはこうした議員立法の動きを尊重しつつ見守っていきたいと考えております。さらに政府としては、多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けて、引き続きさまざまな国民の声を受け止めて、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。浜田聡君。はい、ありがとうございます。岸田総理におかれましてはですね、G7 に出席された際には、欧米諸国と異なる日本の宗教上の特殊性について、ぜひとも各国の皆様にご説明いただければと思います。LGBT 関連法については、議論はしっかりすべきというのは私も当然だと考えております。しっかりすべきということはもちろんですが、さらにはですね、早急に結論を出すのは避けるべきとも申し上げたいと思います。引き続きまして、G7 各国との比較という点から、話を していきたいと思います。今度の話はですね、政党についてでございます。先に自身の問題意識を申し上げますと、日本には政党とは何かを規定する政党法がありません。ということで、政党法を作るべきということでございます。さらには、政党の情報公開、透明性向上を図れということでございます。今回の話の中心として、共産党さんが出てきます。政党法という観点からは、現在の共産党さん以外の国政政党にも課題はあるとは思いますが、そんな中、今回、共産党さんを特に批判する形になって恐縮なのですが、政府の監視対象にあるかなり特殊な政党として、どうしても共産党さんの名前出さないわけにはいかないことですので、叱られることをご承知の上でお話しさせていただきます。G7 各国は自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観、共通しております。そういう価値観であるからこそ、そういった国においては、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する勢力である共産党から国会を守るというのが、自由主義陣営の基本的な考え方とされておりまして、共産党が非合法化されているという認識でございます。
実際に G7 各国など、欧州、西欧諸国における共産党の扱いを見てみますと、例えばですね、ドイツやフランスは事実上、憲法で非合法化されており、アメリカやイギリスは運用によって活動させないようにするなど、多くの西欧諸国では事実上、共産党が非合法化されております。G7 各国においては、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観が共通しているがゆえに、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する勢力である共産党が非合法化されているのは合理的だと思いますが、一方、日本はそうではありません。はい、今回参考資料として、先進国の中で共産党が合法化されていることの特殊な、事情について書かれたデータを、デイリー新潮の2029年2月19日の記事を用意させていただきました。LGBT の、方々の法整備に関して G7 各国を引き合いに出すのであれば、共産党の非合法化も選択肢の一つとして検討に値すると考えます。そこで法務大臣にお聞きします。世界各国において共産党が非合法化されることに関して、そして我が国政府の共産党へのこれまでから今後の対応に関してご見解を伺います。浜田聡君に申し上げます。両筆頭理事、こちらに来られまして、この予算委員会は対政府に対する質疑でございますので、特定の政党をですね、批判する場でもございません。その点、間違いないようにご質問いただきたいと思います。どなたに答弁を求めるんですか。はい、はい、じゃあ、法務大臣ですね。斉藤法務大臣。必ずしも外国の制度について網羅的に承知をしているわけではございませんが、例えばフランスにおきましては、共産党が存在しているものと承知をいたしております。あと、我が国政府への対応ということのお尋ねがございました。お尋ねの共産党が日本共産党であるとすれば、同党については公安調査庁における破壊活動防止法に基づく調査対象団体となっているところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。この話の冒頭でも話しましたが、私の問題意識は、我が国に政党法がないことでございます。政党法といった際には、まずモデルとされるのがドイツ憲法であると思われます。ドイツの憲法では政党について記載があり、次のような内容です。2点ありまして、1点目は政党は国民の政治的意思の形成に協力すること、その設立は自由であり、その内部秩序は民主的諸原則に従い、その資金の出どころなどを公開することとされています。2点目は自由で民主的な基本的秩序を侵害、除去することまたはドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目標として活動する政党は違憲であると規定されております。日本共産党は、綱領からは暴力革命の文言は消えたと承知しておりますが、日本政府の見解としては、暴力革命の方針を放棄したとは見なされていないものと承知をしております。ただ、いろいろと議論、お叱り受けておりますが、現状鑑みると、日本において共産党さんを非合法化するというのは、私もハードルが高いとは思います。で、繰り返しになりますが、最も言いたいこととしては、政党法、お伝えしますね。はい、あなたに質問権はございます。はい、ただ、対政府に対する質疑であるということ、はい、そのことをご認識するように、良識の場でありますんでね、はい、よくそのことを念頭においてご質問ください。はい、この件は国防に関わる重要なことでございますので、あえて質問の方をさせていただきました。で、最も言いたいこととしては、政党法を作って、政党の情報公開や透明性を担保すべきということでございます。政党は一応は私的な組織かもしれませんが、いずれは政権担当を目指すということになると、内部自治の状況や仕組み、さまざまな活動を国民に確認可能な形にしていく必要があるということでございます。政党法を作ろうという議論になった場合には、各政党におかれましても、改めてその組織の在り方が議題となり、それは各政党にとってそれぞれプラスになるものと私は確信しております。
すでに政党法を作るべきだと公表されている政党はすでにありまして、私はそういった政党に敬意を表します。このような議論が今後広がっていくことを期待しつつ、私も努力していくことを申し上げ、少し時間余りましたが、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。答弁はなしですね。求めなさい。以上で浜田聡君の質疑は終了いたしました。これにて外交安全保障等現下の諸課題に関する集中審議は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。